こんにちは、ジェツ教です。言いたくないけどジェツ教です。今日はですね、ブラウンズチャレンジ第2回ペイトリオッツ対ブラウンズをお送り出します。ルールに関しては前回の動画を見てください。今日もね、動画の途中でキーワードを言いますので、ちゃんと、見てください。どこで言うかは分かりません。今言うかもしれません。10分後に言うかもしれません。最後に言うかもしれません。まあ、それはさておきですね。私は全力でブラウンズで、ペイトリオッツに勝って、プレゼントその阻止しなければいけません。頑張ります。さあ、実はイーグルスの方がね、勝てる可能性があったかと思うんですよね。なんせペイトリオッツは攻撃力が最強なので、ね、この守備力の低いブラウンズじゃちょっと、ペイトリオッツの方が苦手としている相手も知れませんけども、前回ね、全くブラウンズを初めてやって、で今回ね、ブラウンズっていう大体特徴がつかめたので、何言ってるかちょっと分からなかった。まずはですね、G20 ヤードから、ブラウンズオフェンススタートです。何を言いたいかと申しますと、はい、デショーン・カイザー登場です。前回に比べてですね、ブラウンズというチームの特徴を、分かりましたので、今回はですね、そういう、アドバンテージを得てやるということで、まあ、まあ勝てないでしょうね。さあ、無駄橋置いといていきます。ほらもう横から来たよ。もうオフェンスライン何してんだろう。でもハンドオフするしたらもう横からすごい飛んできましたね、さっきね。もさあ、これが、ブラウンズのオフェンスです。ちょっとね、ブラウンズのね、オフェンスに関してもね、勉強する必要がありますね。何も予備知識なしに今やってます。来た、オッケー、ナイスブロック。オッケー。さあ、スクリーンで進んで、ちょ、無駄にね、なんかフォーメーション多いんですよね、これブラウンズ。この辺もあの弱さの秘訣でしょうね。誰もプレーコールをちょっと把握しきれてないというね。さあ、ここはシングルバックと見せかけてパスです。ランと見せかけてパス。はい、あー、チャイトル、受け、取れ、出た、OK、パスダウン、OK、ナイスコントロール、おお、ギリギリだよ。ここちょっと正面からなんで。お、ナイスブロック。ああ、そっちじゃない。穴が。まあ、5ヤード、OK。もう一回正面から行こうかな。次は左のガードをプルアウトして、右へ。そうだよ、OK。さあ、敵陣入った。ペイトリオッツは攻撃がね、攻撃力があるので、もうできるだけ時間を潰してですね、で、なんとかブレイリーを、2、3回止めてですね、2、3回も止めたら上出来だな。とりあえずブレイリーが出てくる回数をいかに少なくするか、これが、キーとなります。またランで、よし、うん、いいよいいよ、いいブロック、いいブロック、いいよ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 、うん、いいよ、おお、粘る粘る、ちょっとさ、おお、粘るね。
もう何下がったの、ファーストプログレスだからまあ1枚って7ヤードだったんでしょうね。7ヤードじゃなく3ヤードか。すごい進んだように見えましたけどね。このシングルバックでプレアクションで一気に、プレイアクションからのそこで曲がる、 OK。 1戦目に比べてなんか呼吸が合ってますね、なんかこう、ブラウンズのこの全体の動きに慣れた感があります。素晴らしい、よいしょ、よし、そこでおいー、ダメか、ここはタッチダウンで終わりたいな。エプティ、そこ足違う、うわ危ない、しまったね。完全にカバーされてると投げましたね。あそこで折り返すと思ったんです、思ったらもうね、先にもう手前にいましたね。さあここはファーストダウンをぜひとも取りたいんですけども、ちょっと同じコースでですね、折り返す一番左のレシーバーの、間違えた、うわー、もうあかん、うわしまった、うわー、これフィールドゴールが余計遠いだけですよ、ミスったな、52ヤードになっちゃったよ、入るかね。さあコントローラーがブル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 震えております。 OK、 ど真ん中いいつうん、ノーグッド、ボケ通りましたね。さあなんか朝食済んで、結局無得点に終わりました。さあブレイディ登場です。まずちょっとラインバッカーを操作してまずランを取りますね。これなんだな、これ。あ、来た。まあ、まあ、まあ、おお、そっちか。おい、そっちか。うわぁ。リオロス、早いな。私はディフェンスラインですね。ディフェンスラインで。おっと、ここで第1クォーター終了です。さあ第2クォーター、敵陣38ヤード、ペイトリオッツのオフェンスから開始なんですけども、ちょっと1人ブリッツ入れてみようかな。私はディフェンスラインのこのど真ん中で、うわあ、グロンコスキー、さあもう簡単にね、ここは取られると思うんですけども、なんとかね、防ぎたいのですが、はい、無理。ブリッツは多分まあ通用しないでしょうね。もうニッケルでこれランされるとやばいんですけど、まあ、ニッケルのカバー数、ちょっとカバー数を1回やってみて、どこまでちょっと
粘れるか。ランか。ランだよな。まあ、次もランでしょうから、ちょっと。4-4でこう、全力で。全力で止めましょう。あ、ショートガン。そしてランだろ、ほら、ランだろ、ほら、ほら、オッケー。ここちょっと FG で終わらせたい。もう一回このカワーさん、もうビタビタにこうゾーンでエンドゾーンを埋めてですね、私がディフェンスラインで、おフランかよ、 OK 結果オーライ、おおなんとかフィールドゴールを止めました、 OKOK 上出来ですね。これブロックしてくれないかな。It's good。さあ、ペイトリオッツ3対0でリードしております。惜しかったですね、これね。さあ、ちょっと。なんと止める、まあ、フィールドゴールを抑えたので、まあ、勝てない相手ではないというのがまず証明できましたね。もっとパスを、いっちまうかと思った。さあ、びっくりターン出ました。ストロング。ランがね、なんかそこそこ粘って出れる、出せるので、なんかそこに勝機を見出したい。うわぁ今のちょっと行き過ぎ、走りすぎたね、横に。ちょっと画面で、右端までちゃんと見えてたら、ね、あそこでルート真ん中に切り替えたのに。うん。ちょっとゲームの弊害ですね。おっと、だらだら喋ってる間に2ミッツ。さあ、ここ。取りましょう。せめて。最低でもフィールドゴールを取りたい。なるほどね。オッケー。ここ行こう。さあ、チェックダウンで逃れて。インチか。何にしようかな。何に変えましょうか。はい、よいしょ。うわ、むしろ。行ったよね。ノーゲイン。あら。やばい、これちょっと待って。ギャンボか。いや、するべきか。スニークとかいける？スニークいける？いった？どうぞ。いったよね。よしよし、オッケーオッケー。さあ、早く。ちょっとキャロンを狙おう。はい。うわ、やばい、早い。なお。やばい。どうする。あ、そこ空いてる。取って。オッケー。タイムアウト。オッケーオッケー。さあ、うまいことゾーンで、ね、あのね、走る先がね、ガバッとね、空いてました。
オフェンスラインも良かったです、今ね、うん、いいプレーです。わあ、これリードパス投げて、丸いけるか、これいけるか、取れ、取れ、あ、ダメ。コントロールがないのが憎い、今の。うん、空いてる、すごいエンドゾーンで、うわ空いてる、リードパス投げたら取れる、タッチダウンいけると思ったらもうコントロールがダメでしたね。ポールに当たりましたね今ね。はい、そこ空いてる、あ違う、おっと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 、いいよいいよ、どん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 、なんか順調に進んでますね。何でしょうかこの、あーそっち空いてる、よしタイムアウト、残り5秒、1回ぐらいパス投げるかな、ギリギリだ、ちょっとタイムアウト仕掛けるタイミング遅かった。うわーどうしよう、もう5秒15ヤード、もうこれも切りましょう、ここは確実に取っておきたい。オッケー、 It's good。 3対3同点に落ち着きました。タイムアウトが、ね、2つあるんだったらね、1回使っておきゃね、えチャンスあったんですけど、まあこれはちょっと仕方ないです。さあここはもうゴロで蹴って、よいしょ、これ割と、さあ前半終了、意外にも3対3同点です。これもしかして勝てるかな、まだキーワード言ってないですもんね。でキーワード今言いますよ、キーワード、今回のキーワードはカです。カ、カタカナのカ、はい。でもこの後ね勝つのでね、このキーワード無駄になりますよ。パスでブラウンズの方が全然投げてますね、それはまあオフェンスをしてるのに時間がね非常に長いですから。さあ後半です。さあこの後半最初のねオフェンスをね止めたいですね。これ止めたら勝機かなりありますよ。なんかブラウンズね楽しくなってきた、結構ねそんな16連敗したからってね、めちゃくちゃ弱いってわけじゃないですよね、タレントは一応いますから。おい、お投げ捨てた、オーケーオーケーオーケー、いいディフェンスです。ブレディもちょっと不服そうですね、お前らちゃんとやれよと。一発目の予想通りランじゃなかった、次ランで来るのかな、どうしようかな。硬い、オフェンスライン硬い、1人すごいミスタックル。こんだけ時間帯から通りますよね、ブレイディですから。次ね、ファーストに取られるともう次考えるのが、まあランでしょうね、ランなので、この辺でもブワッともゾーンで入りましょう。しかもちょっと前に出して、ああ本当に、いやーそこパスなのか後半は、うん、
一見ずいじゃん。こらしたら気合いまたランしてきそうですよね。ほら来た、シングルバック。まあまあ、OKOK。予想が外れた場合にはよくやった。さあここでカバー3、パスラッシュはもう自分で頑張るしかないですね。これあれまたシングルバック、ちょっと待って、真ん中におるお前たち何なのか。うわー来た、ブツレク、オッケー。ここはどうする、ランか、ランに対応するか、ランなのかパスなのか。ランだ、外にランゾーンカバーで対抗、みんな前に出ろ、出てランだ。これうわ来た、そこで抑えろ、 OK、 ナイス読み、おっしゃ。とにかくフェイクがありますからね、今回のマッデン。普通にあのフィールドゴールの、あのディフェンスをし、来た、あー、蹴ったか。さあ、6対3。上出来です。読み当たりましたからね、最後ね。さっきでどっかでビッグプレーが欲しい。ブラウンズもしかしてジェッツより強いんじゃないかな。なんか根性ありますね、ランニングバックに。普通アイフォーメーションでちょっと一回ど真ん中に突っ込ませて、あーこれ止められそうだな。あ、ダメだ、正面はダメと。で次はスクリーンパス、来た、4人来た、おい、オッケー、あ、こっち来た、おい、いや、オッケー、オッケー、ダメか、いや、オーディブルでしといて、長めを投げる、そんな長めでもない、はい。あーどっち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 行く、あっちに投げるか、いや、マジ、オッケー、あー、くそ、粘ったのにな。悔しい。もうちょっとズバッとコントロールよければね、取れたんですけどね。よいしょ、パント。あら、OK、ナイスタック。さあ、やっぱパスか。で次ランかな、これもうガッと作りましょうかね、これ。なんか、まあ、行かれた。
第3クォーターですからね。第3クォーター終了して次第4クォーター、まあ時間削られながらね、進まれるとフィールドゴール、また食らうとやばいです。ここ止めないとダメです。ここが正念場で、ファーストダウンはまあパスで来るので、ここはですね、ディフェンスバックを上げてですね、これはいけ、いきや、そば、オッケー、ナイスタックファンブル、オッケー、きた、おい、ダーシュさん、逆転、まさかの逆転、ああ、アラス、ドライチ、マルズ・ギャット、オッケー、さすが、ブレディ、何、ボートしたんでしょうかね、あれ。奇跡が起きようとしています。見事にリカバーしてタッチダウン、ブレイディやっちゃいましたね。ふう、さあなんと4点差です。フィールドゴールで抑えて、で最後時間を潰しきって勝ち、これが理想的。さあ当然タッチダウンを狙ってくるので、リターンってなんか焦りますよね、なんかもしかして行かれるかもっていうね、そういうあの結構プレッシャーがかかるので。さあちょっとニッケルでね、もうゾーンカバーでね、でもあんまりね、あの弱気でになりすぎると逆にやられるのがアメリカンフットボール。ブリッツを入れてですね、ここはちょっと、いけ、一人いけ、おい、ダハウ、おお、インターセプト、マジか、マジですか、ブラズ、ブレディどうした、悪いもん食ったか、いや、これ今なんかすごいことになってます、すごい、これフィールドゴール入れて13点、タッチダウン取って同点か、そういうあれか展開か、で最後延長戦で曲げると、いや違う、勝つんだよ。とにかくね、時間を潰しましょう。フィールゴールで一発タッチダウンで逆転負けは、あの安全にこう守りに入るとね、あの負けという、あのあれですけど、ちょっとブラウンズでちょっとここでね、あのなんかあまりパスを投げてまたインターセプトされるというね、ほうわー、ロスだけはしたくないね。あー、ちょっとね、これフィールドゴールまで失敗したら嫌だな。こっからあのスクリーンパスとかね、こっすいてる、ギリギリまで時間ズームして、ほんととにかく1秒でもブレディにね与えたくないですよね、時間を。ノーリーはさっきプレー早かったねということになるんですけども、はい、ぽい、はい、ぽい、ファーストダウン取りてー、まあまあまあ、フィールゴール、よし、オッケー、
や、選手も時間余らせすぎましたね。うわー、まあまあいいのかな、これ、まあ、これ外したら嫌だな。はい、よいしょ。おーおーおお、怖っ。13対、じゃあ6対13。タッチダウン食らってもね、これ同点ですからね。まず、とりあえずセーフティーリードといったところでしょうか。だがしかし、ここでね、再びブラウンズディフェンスが見せます。今日もディフェンスがね、大活躍する日ということで。さあ、面白い展開ですね。いやー、ちょっと緊張してきた。逆にちょっと、今まで負けるつもりでね、あのプレイしてたから、あのすごい気楽だったんですけどね、勝つかもしれないという状況になるとね、すごいやりづらい。どうしよう、さっきサックした、このもう一回プレイでいこうかな。この一人でブリッジ入れるね、このね。カバースリー勝つ。トリブリッツ。俺たき、あ、そっちに、あ。惜しかった。もっとディフェンスバック増やそう。ダイム。あんまりこう、なんだろうか。ブリッツ仕掛けなくても、このなんかディフェンスラインで十分プレッシャーを与えられる気がする。あ、これフラグですね。何でしょう。お、オフェンス。お、これ珍しい。パッツのプレッシャーがこれかかっていると見ていいですね。はい、カバー4とかね、弱気すぎるな。カバー6、これいこうかな。一応外へのランもね、警戒しつつね。こら、あ、そっちかい。おい、かわした。あ、危ない。もう一発立ちたんだけど、ちょっとやめてほしい。さあ、どうすっかな、これ。これはもう、もうガチガチにもう後ろ固めたのを、とりあえずタッチダウンだけはさせないように。弱気になりすぎるとガンガン進まれて、ねえ、これらのね、アメリカンフットボールが難しい。ヘッドコーチもね、悩むとこなんでしょうね、こういう状況。怖いんですよね、いろいろ考えると。ちょっとマンカワ行ってみよう。で、2人下げて、少々下げて。ほら来た、死ねや、オッケー、取った。マンカワ効いた、まさか。どうしようこれ、カバー3、後ろ下がれ。お、チェックダウン。タイムアウト。おお。どうしよう。カバー4とか弱気すぎる。どうしよう。押せ。あ、さあ、これがいい。時間を止めに来た。どうする、もう一回カバーするか。いやー、カバー2超え。いやー、カバー6も超え。カバー4、ちょっと弱気にカバー4。なんかThank you.
微弱前進。ちょっとカバー方でも完全にもうちょっと後ろをねエンドゾーンを固めちゃって私はパスラッシュでブレイディをこらえた。一気も一回なあディオリス。おいさあ時が進む。うわーやだ。どれだっけ、いってまえ。あカバー方裏目に出てるな。いややめて。ちょっと待て、こっちがタイムアウト。いやダメだこれ。カバー方失敗。あんだけプレッシャー早くかけれるならマンカバーでよかった。ノー。いや何やってる。単発ダイムで単発。いや違う。ここはなんか間違ったな。これなんで来られたらどうしようもねえ。しまった。なんかおや違う。パスお前一人かわせ。オッケーサック。やっぱ自分で操作したらいっちゃうんだね。どうするどうする。もう一回同じフォーメーション。さあちょっと下がれ。さあいけ。もう一丁。もう一もうワンサック欲しい。ああブレディ投げた。どうだこれ。あオーバースロー。あこのフォーメーションいい。このカバースリーブレディ一番困ってる。この真ん中にスリーダブルバズ。これあスクリーンか。しこいの手があったか。止めてそこは。おお危ねえ。ああいう系にね一番弱いスクリーンね掘られましたけど何とか取れました。さあ運命の放送です。ここで勝負が決まります。さあコーチがいろいろなんかアドバイスしてますか。これダイムでやっぱさっきのスリーダブルバズ、これいきましょう。これにかけます。ちょっとあれシングルバック。おや止めろ。ナイスインターセプトだ。オッケー。あらららら。なんと。企画第2回目で終わっちゃいました。すごい最後飛び込んできましたね。もうやられたと思ったんですけど、もう一回見たいな。もう一回リプレイ流れる。あもう流れない。いやこれすごいな。おおブラウンズ、ここが俺たちのスーパーボール。あらどうしよう。時間でももうこれビクトリーフォーメーションでいいよね。間違えた。え、なんで、まあ、とりあえず、ちょっとランで。ランで、時間を。時間、潰れないのかな、まだ。まあ、ボールポロリ、多分ないと思うんですけどね。これ、ファーストランドと勝ちだよね。さあ、取ります。ビクトリーフォーメーション出てこないや。まあランプレーでちょっとあれビクトリーフォーメーションないのかなブラウンズ。いやそんなはずはないと思うんですけど、そんなチームあんのか。来い。はいタイムアウト。これでいやどう上げても勝ちですよね、これ。なんだろう、ビクトリーフォーメーションないのか。ん？どこ行った？
あ、ありますね。よし、やっぱ最後はこれでね、締めたいと思います。いや、まさかペイトリオッツに勝つとはね、思ってなかった。しかも相手言い忘れましたけど、CPU 最強のオールマーティンです。いやー、ちょっとこの映像をずっと見ていたい。この、パッツに対してビクトリーフォーメーションをするブラウンズ。もうこれずっと見ていたい。でも、します。私がここにね、ボタンを押すだけでもう、はい、勝ちですから。いきまーす。8、7、6、まあ、無駄な時間ですので、はい。はい、OK。勝ったね。夢じゃないよね、これ。勝ちましたね。いや、もう、てっきりボッコボコにされることをね、想定していて、驚きました。なんと、ブラウンズ、ペイトリオッツに勝利して、この企画、第2回目にして終わりました。もっと長くやっていたかったんですけど、もう、ブレディも怒ってますね、これね。それは怒るでしょう、なんせ。ね。ブラウンズに負けたんですから。何が勝因だったの？やっぱ、ディフェンスですよね。いやー、ちょっと私がびっくりして、ちょっとこれ、お蔵入りにしようかなとか思って考えてますけど、このちょっと快挙は絶対伝えなければいけない。けど企画は続けたい。お蔵入りにするべきかどうか今悩んでます。ちょっと、まあ、多分まあ、面白いので、出す。けど、うん、これで良かったのかどうか、勝ってみたものの、いやー、勝ちました。いやー、ね、こんなことあるんですね。3回ターンオーバーを割っていくわけです。3奪ってるんですね。いや、驚きの結果でした。よってプレゼント企画終了して、マッデンはヤフオクで売ります。またヤフオクに出したらね、ブログに書くので、ふるってご参加ください。ということで、ちょっとすごいな、これ。自分でもなんか信じられん。この余韻に浸りつつも、お疲れ様でした。